まあ、基本的にそのハイブリッドっていうものはブレーキする時の力をエネルギーに変えて、でその溜め込んだ電気を今度モーターを通して放出することで加速していくっていうのが、まあ、基本的な原理です。車を止めるためのエネルギーを、まあ、電気に変換するというか、まあ、そういうようなイメージですね。いまいち皆さん想像がつかないと思うんですけど、のサーキットが一番、回生量が大きいサーキットなんですけれど、そこでいうと6メガジュールという、量を、実際回生して、まあ、それを、放出してエネルギーとして使ってます。実際6メガジュールという量がどの程度の、エネルギーなのかっていうのを実際こう自分の感覚としてつか、めるすごくいい機会になりましたし、レースはよく知らない人に身近な指標で分かってもらえるっていうところで、今僕にとっても新鮮なイベントだと思います。